久保さん、今日の18時に公開にしようかな。はい、昨日ですね、あのー、夜か、あの月収300万先月達成した熟成さんと対談したんですけど、いやーね20、7月30日で25になるらしいんですね。で、今24で7月30日誕生日で25になるらしいんですけど、いやすごいですね。マインドが、考え方が。 僕が10年以上かけてね、培ったその考え方、マインドがね、もう若干25でもうインストールされてると。無敵だなと。まあ何かっていうと、まあ報告いただいた時にその、まあ先月ね、300万達成しましたと。ただ7月入ってからもう,もう今日から、今日から凡事徹底ですみたいな。まあ普通だったら300万稼いだら絶対気抜けるんですよ。絶対気抜けます。天狗になります。わ、300万いったぜみたいなね。 まなりますよ。25歳ですよ。<laughs> いや、それがね、まあか、すげえなと思いましたね。普通だったら天狗になりますから。うーん。だから僕もいろんな時期がありましたね。やっぱ、まあ一時期社長になった時にね、ちょっと天狗になった時ありましたからね。まあ売上もね、1000万、2000万とか、まあ、普通に上げられるようになってて、なんかちょっと天狗になったなという時ありましたよ。 うん、まあ、天狗になったらね、何もやっぱ学べないので、まあ、常に謙虚であれと。うん、常にやっぱ、あまあ、凡事徹底ですね。うん、まあ、これしかないっすよ。凡人が異常な生活したいんだったら、凡事徹底するしかないと思いますよ。ただし、その凡事徹底は、そんなに大変なことはないと。 なぜならば、凡事でって、まあ、そのね、25歳のね、塾生さんも言ってたけど、あの、凡事ジってって難しくないですよね、と。だって、誰もができることをやる。誰もができることをやればいいんで。で、それを徹底的にやる。ただ、できないとするならば、徹底的にこの継続してやるかやらないかっていうところができるかできないかっていうところなんですけど、その最初の、その、やること。やることはできることをやるわけじゃないですか。だから久保さんもね、遡ると、やれることですよね。 誰ででもコメントって書けると思うんですね。それをもう徹底的にやってましたからねマジでコメント書きのプロになっててま, <laughs> また来たよみたいなねうんだからネットビジネスっていうのはうーん本当にね続けてれば稼げるうんっていうのがうん言えるビジネスなんじゃないかなと本当になぜならばライバルはいなくなるからと もちろん続けていく過程で、ただそのね、あのー、なんだ、何も考えず、何も考えず、ただ単調なことをやってたらダメですよ。しっかりと分析するとか、まあ、久保さんもね、まあ、僕もそうですけど、あのー、どうやったら再生数上がるのかとかね、キーワードいろいろ入れてみたりとか、いろいろテストしてますよ。うん、ナイトライダーも、こう、キーワードをやったらどうな、あ、わかったな、みたいな。 クレジットカードやったら当たったなとかね。なんかその、いろんな、いろんなキーワードでテストしてるわけですよ。だから去年なんかね、給付金めっちゃ責めてましたけど。<laughs> ね、<laughs> あ、これ当たったわ、つって。でも,もう責めてたし。だから、なんだろうな。それは必要です。で、それをやりながら、まあ継続してれば <laughs>、間違いなく結果出ますよね。うん、仮説と検証の繰り返しですから、そんなのは。 うん、仮説を立てる、検証する。また仮説を立てる、検証する。また仮説を立てる、検証する。これいけるんじゃないか。ダメだった。これいけるんじゃないか。いけた。なるほど。じゃあこういうのはいけるんだ。っていう、それを積み上げていくんですよ。うん。だからそれさえすれば、まあ結果出ますよ。うん。だからまあ、実はネットビジネスっていうのは簡単なんですよね。非常に。非常に簡単。 うんただ簡単なことはみんなできないので、まあ簡単じゃないってことですね。いってらっしゃい。